ちは、メギズと申します。今回はですね、このようなちょっとサイバーパンク風のポスターの塗り方の手順を公開しようと思います。こちらの自分はペインターの11を使ってるんですけども、こちらで作業を始めます。まず背景、一応これは空と考えているので、まず明るい部分を足していきましょう。自分の場合は今すごく濃く出ちゃったんですけど、ペインターのブラシはどういう、まあフォトショップと概念が違うと思うんですけどね、相当本当 4% とか 5% にしてもフォトショップのブラシのように薄くはならなくて、こう自分の場合も本当これを 5% とか 4% とかそのくらいにして作業をしています。で、空のこの下の明るい部分を描いていきましょう。はい、で、だんだん明るいところをこう足していきます。色味が追加されてもいいと思うので、例えば青に相性の良さそうな色、例えば紫、青の隣ですからね、薄い紫とかをこう明るい部分に足したらいい感じかなと。これでだいたい背景は一旦出来上がりでしょうか。肌色からこうただ同じ色で、暗さを変えるんではなくてですね、まずこの色から立体が分かる程度にまず色相の方をずらします。こっちの色味が変わったなと思うところまでずらせたら、初めてこっちの明度とサイドをいじると。そうするとここから暗くしたいからといって初めに明度を落とすんではなくて、サイドを少しこう調整すると。で、こっちの色と比較しながらですね、このぐらいの影の色ならいいんじゃないかなというところまで落とした時点で初めて明度を少し調節すると。で、この色で試しに塗ってみましょう。なかなかこう、こことここでこの色相が違いますよね。ハイライトも初めちょっと色相を変えて、その後に明度を上げます。で、大体絵が出来上がりですかね。で、次水ですね。基本的にこういうタイプの水を描くときっていうのは、映ってるものと透けてるものを描いてる、描くつもりで描くといいと思います。まずはちょっと立体とそこに当たる光なんかを先にこうざっくりと入れちゃいましょう。ここなんかは手の上を流れている水なので、手の色を入れて、そこからまた拾ってこの色でこう塗りつぶしじゃなくて少しこう色を落としてあげると、こう空色の光が反射しているところとはまた違う水の雰囲気が出てくります。線に対して塗るんではなくて、これは色を使って波を描いてるんだと、塗り絵ではないということを強く意識するといいと思います。この場合はこのメニュー、ブラシメニューの中にですね、サイズの設定というのがあって、これを小さくすると、最小サイズです。ブラシのサイズ自体はこれなんですけど、筆圧が弱い時にどこまで小さくなるかをこの内側の円が、示してるんですよ。細かいところは筆圧を弱くして描いていってあげると、原画にもあまりとらわれずにガンガン一体を足していっていいと思います。じゃあ次の段階を始めます。立体を出そうとする前に、まずこうして周囲の反射光を入れてしまいます。で、空があるからこう少しずつ反射を入れてあげて、灰色の高めの赤色っていうのは使ってないですよね。それをこう
素材のさっき塗った光の色が消えない程度にうっすらとこう入れてあります。これも塗りすぎそうないように、軽くゆっくりです。下の色が決してこう塗りつぶされないように、こう空間の詰まったところや屋根の下を向いた面ですね、光源に対して反対を向いている面、そういうところを重点的にこう濃くしていきます。こちら赤いビルなんですけど、このずれてそうなところは内側の灰色が見えているって考えてみてもこちらに塗っちゃいましょうか。こっちみたいにさ、掛け編みはしてないけど、ここからこう落ちる感じですね。落ち影や映り込みっていうのは、その周囲の物体との接着剤代わりになってすごくこう有効に働いてくれるので、どんどん覚えておくといいと思います。特に背景とかね、仕事にするのに興味がある方なんかは、これを知ってるか知ってないかで相当なクオリティの違いが出ます。とても大事なことだと思います。まだやってない作業をちょっと この一部分だけやってしまって完成に近づけてみましょう。でまずここにこう窓がいっぱい並んでますね。で窓は映り込む色、これ空の色です。であとは中の色、透けてる色ですね。透けてる色っていうのはこの壁の内側なので、多分この壁の色が暗くなった色だと思われます。この両方を書き込んであげればここの窓が出来上がるはずですね。影で完全に面が潰れているところっていうのは、光源とは反対からの光や照り返しですね、別の光源を考えてそれに合わせてちょっとだけ光を入れてあげると立体感が出ます。今の処理をしたこの建物とこっちの違いはもうはっきり出てますよね。これと同じことをこっちにすれば間違いなく完成できるという、まあここが一つの証拠になるわけです。ではまずこっちの建物のとと同じように、植物にこう反射光というか環境光を入れてってあげましょう。建物はこう、植物っていうのは建物に比べて葉っぱとかで、葉っぱの集合体なので、隙間が本当はいっぱいあるわけです。これはパーツ分けの都合上こう見つぶしちゃってるんですけど、なので反射光とか周囲の光の影響がもっと大きくなるということで、結構大胆に入れてしまっても大丈夫です。大きいブラシでできるところを重点的に塗っておくといいと思います。まず影をもうちょっと足していいはず。で 影というのは、光が届かないところだと考えると、どこに入れればいいか分かりやすいと思います。だいぶ立体が出てきました。でここで忘れてはいけないのが、立体に対する影ではなくて葉っぱから葉っぱに落ちる影ですね。それがあるとこの辺には影が落ちるだろうと、はい、なかなかいいんじゃないですかね。で、まあ最初に塗ったこの光の効果の部分というのがだいぶ、ね、効果が薄れてきてしまってるんで、改めてちょっとこれは特に反射光が、反射であったりその向こうからの光が強く反映される素材なので、足してあげましょう。はい、フォトショップの作業に移ります。ここに使われている光は、まあおそらく空色の反射か、もしくは日光のオレンジ色ではないかと。大きなブラシで軽く、ね、日光が入るあたりに入れてみた。下からは青い光が来るかな。こんな感じでですね、作業は以上になります。で今回の、サイバーパンク風のポスターの塗り方というレッスンは終わりとなります。失礼します。